夢ラジオ第5384回、今日は令和5年8月10日木曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、夏の朝ですね。空には雲がもくもく、ブルースカイです。さて、今回のテーマは新幹線ができても街が活性化するとは限らない、こんなタイトルでお話ししましょう。新幹線ができても街が活性化するとは限らないんですね。私は関西に新幹線乗ってよく行きますから、それとなく駅の佇まいみたいなものを車窓から見てはいますね。また途中で降りる、そういう用事があるときには、街並みを見たりもしていますが、新幹線の駅ができたからって活性化するとは限らないっていう今回のテーマ、本当にそう思いますよ。で、街としては新幹線の駅を作りたいって思うよね、できる前は。で、新幹線の駅作ったら街が潤うんじゃないかって思いませんか。で、潤いませんよ、新幹線だけでは。いろんな要素が関わり合ってくるんです。で、関西よく行くっていうので、関西でお話しすると、例えば米原駅とかあるんですね。あと新岐阜駅でもいいですよ。名古屋と京都の間に2つの駅ありますけど、全然さびれちゃってるわけですよ。米原はその町じゃないからもうしょうがないというものの、新岐阜駅なんかでもね、結局岐阜からは全然離れたところにあって、で、新岐阜駅って降りてもなんもないんですよね。大野万木の銅像があるだけで。だからこんなところはなんか新幹線作ってなんか意味あんのかなと。しかも望みしか止まらない、こうだよね。で、もうちょっと西の方に行って、京都、大阪、新大阪ですね。この辺はいいとして、新神戸で、この新神戸は神戸という町にあるからすごいんだろうと思っちゃいますが、ここもね、三宮とバスとか地下鉄とかで結ばれてて、で、新神戸から発展していかないんですね。つまり新神戸を起点にして町が作られてるわけではないんですよ。で、その向こうの姫路、ここが注目駅で、姫路からは山陽電鉄っていうのが走ってるし、あと磐田線、紀新線っていう JR の支線、これもありますね。で、町の中心にやっぱ駅があるんですよ。駅と、で、姫路城との間に大手前通りってあるんですが、そこを起点にして町が発展していますから、こういうとこですね、不動産投資やるんだったら。で、町も活性化する。で、実際今ね、姫路の町ってもう駅前がどんどん変わりつつあるんですね。昔は駅の南なんか何もなかったようなところが、いろんなホテルができて、で、駅の北にもさまざまな商業施設がどんどんできつつあります。町が変わっていくんですよ。で、当然土地の値段も維持され、そう簡単に下がらない。そしてマンションがいっぱい建ち始めると。で、姫路のもうちょっと向こう行くと相生だから、この相生なんかが新幹線作ったからって活性化しないっていうのの一つの例なんですよね。大きな駅あるんです、相生駅。ただ光止まらないし、光止まらないって、東京や新横浜から行く光だったらもう各駅停車になって青魚湯にも止まるかもしれないけど、通過ばっかりですよね。そういうの以外では青魚って望みが止まるわけでもない、こだましか止まらない。そして青魚の駅と山陽本線ですね、在来線は山陽本線があるだけと。で、相生に何か何もないでしょ、何かあるかなと思っても。だから結局新幹線っていうのは一つのインフラではあるんですが、こだまがたまに止まるぐらいではあんまり役に立ってはくれない。で、
むしろドカーンとでっかいホームがあって人がパラパラーっていうね、寂しい感じになっちゃうんですよ。むしろ新幹線作って米原もそんな感じじゃないですか。米原はもともとね、もともと米原何もないとこに、まあ距離的にここにあった方がいいっていうんで作ったという、そういう経緯らしいんです。ああいう、今なんでできたのかな、ここにと。姫路の後岡山で全然問題ないんじゃないかと思うんですけど、なぜか相生駅というのがあって、相生駅という新幹線に止まっていますが、町は活性化していません。相生のあの辺は車でもそして電車でもよく通りますから、もうちょっと頑張ってほしいなと思う、そういう町なんですけど、まあ、さっぱりですね。でその向こうの岡山になってくると、これは県庁所在地だし、で岡山駅にコンパクトに新幹線も在来線もまとまっていて、岡山に私鉄があるかどうか知りませんが、岡山から津山線とか、あと智頭急行とか、鳥取の方行くやつですね、ああいうのも鉄道がいっぱい出てますから、岡山も不動産投資するんだったらいいだろうな。まあ、まあ、不動産投資というちょっとそんな視点から喋ってますけど、ああいう町ですよね、岡山、姫路、こういうまず新幹線が止まってくれなきゃダメだと。で岡山はのぞみも全部止まります。で姫路はね、のぞみが通過という場合もあるから、その点では岡山に負けてるんですが、やっぱ神戸明石に近いということで、さっきの山陽電鉄がありますよね。だから姫路の駅前の不動産なんかは有望かなと私は見ていますね。岡山もまあまあなんだけど、岡山よりもむしろと、姫路の不動産の方が。それで駅の特に北側、姫路のね、町が活性化してるっていうのは、あの辺住んでらっしゃる方ならよくお分かりでしょう。不動産投資するなら、そういう実際に自分で行って長い間期間かけて町の移り変わりを見て、あこれならやれると思ったようなところに全額キャッシュでドーンという、そういう投資の仕方いいでしょう。ローン組んで不動産投資というのは結局住宅ローンと一緒ですから、リスク高すぎますよ、それはね。新幹線ができれば希望だけ、なんかね、変なところに作っても希望だけあって、あと何もないっていう、そういう虚しい状況になりますよね。これ九州新幹線でもそうじゃないですか。新水俣とかさ、新八代とかあるでしょ。九州新幹線開通したじゃないですか、10年か15年ぐらい前に。発展してないし人口も増えてないんですよ。駅を作っただけ、仙台駅とかね、九州ですよ。やっぱり駅が来る、新幹線の駅が来るというのはね、それはまあ、どっちかというといいニュースなんですが、それに合わせて町が、行政が、そしてその町と民間がこう協力するような、そういう体制になっていかないと、新幹線の駅だけでは町は発展も活性化もしない。これは多分上越新幹線とか東北新幹線とか、私はほとんど行きませんが、ああいうとこ、北陸新幹線とかね、ああいうとこも言えるんじゃないかな。夢ラジオ、今回は新幹線についてお話しました。ありがとうございました。